アイドルマスターシリーズアイドルマスタースターリットシーズンアイドルマスタースターリットシーズンはバンダイナムコエンターテインメントより2021年10月14日にプレイステーション4スティームにて発売および配信されたゲームソフト略称はスタマスアイドルマスターシリーズの一作2019年12月26日配信の行く MS くる MS2019 において 本作にあたる新規家庭用タイトルの制作を公開。もともとはアイドルマスター15周年に合わせたものではなく、765プロ、アイドルマスターシンデレラガールズ、アイドルマスターミリオンライブの3タイトルによる企画であったが、開発遅延により15周年企画の時期の発表にずれ込み、その間にアイドルマスターシャイニーカラーズのサービス開始も重なった結果、 4タイトル合同になったという。2020年1月20日に配信された、アイドルマスター家庭用最新作制作発表会において、本作のタイトルと出演キャストが正式発表された。このゲームソフトには、765プロオールスターズに、加え、アイドルマスターシンデレラガールズとアイドルマスターミリオンライブ、それに、アイドルマスターシャイニーカラーズから、 それぞれ5人のアイドルがゲームの中に登場する。なお、アイドルマスターシリーズの家庭用タイトルとしては2017年発売のプレイステーション4用ソフト、アイドルマスターステラステージ以来となり、シリーズでは初の PC とのマルチプラットフォームにもなる。2020年10月6日に配信されたスターリッドレポートにて新たなキャストと新たなゲームシステム。 毎週木曜日にアイドルマスターの公式ツイッターでプロジェクトルミナスの4コマ漫画が掲載されるとともに本作の発売が新型コロナウイルスの影響で2021年に延期されることが発表された。そして2021年2月6日に配信されたスターリットレポート特大号発売日告知 SP において 発売日が2021年5月27日に決まったことが発表された。しかし、3月10日にさらなるクオリティアップのためとの理由から10月14日への延期が発表された。それに伴い、4コマ漫画も各週木曜日の更新に変更された。アイドルマスター、アイドルマスターシンデレラガールズ、アイドルマスターミリオンライブ。 アイドルマスターシャイニーカラーズの4タイトルからアイドルがゲームの中に登場する。765プロの高木社長が考案した各、事務所を超えた合同プロジェクト、プロジェクトルミナスをプロデュースすることが目的となる。765プロオールスターズからの13人、シンデレラミリオンシャイニーカラーズからの各5人ずつに加え本作オリジナルの新アイドルとして、奥空心ジロが登場する。 アイドルの選定は、アイドルたちの交流時のエピソードや組み合わせなどを意識して選定しており、設定的にも各事務所ごとに思惑がある人選となっている。ゲームエンジンには、アンリアルエンジン4がシリーズで初めて採用されている。前作、プラチナスターズとステラステージのビジュアル表現が一つの完成形であったため、それを超えるものを目指すためと、 PC とのマルチ展開に向いていたことが理由として挙げられている。新規のレンダリング技術エモーショナルトゥーンが取り入れられており、光や空気感といった表現、ライブでアイドルが流す汗などが描かれている。本作のプロデュース可のキャラクター、765プロの高木淳二郎社長が発起人となり、各事務所に呼びかける形で招集された。 アイドルマスターシンデレラガールズミリオンライブ。シャイニーカラーズオリジナルアイドル本作のライバルキャラクター。961プロダクション社長の黒井隆雄が送り込んだユニット。AB、アイマススターリットシーズン発売日が10月14日に延期。理由は、さらなるクオリティアップのため引く、ファミツートコムハット ABCD、アイマス家庭用新作。 アイドルマスタースターリットシーズン PS4 と PC で2020年に発売決定。プロデュースを主体にしたゲームシステムにファミツー .com2020 年1月20日。2020年1月21日閲覧。ABCD アイマスカ定用最新作アイドルマスタースターリットシーズンが発表。シリーズ4ブランドのアイドルたちが集結。PC。 PS4 向けに2020年発売 4gamer.net 2020年1月20日2020年1月21日閲覧 ABCD PS4 Steam 新作アイドルマスタースターリットシーズンが発表電撃オンライン2020年1月20日2020年1月20日閲覧 ABE は世間とアイドルマスタースターリットシーズンの 発売日が2021年へと延期にゲームウォッチ2020年10月6日2020年10月7日閲覧 AB 編集部いがらしアイドルマスタースターリットシーズンの最新情報をスタイル生番組スターリットレポートが10月6日20時から配信4ゲーマー2020年9月27日2020年9月28日閲覧 編集部、ゲド、アイマス大忘年会で、アイドルマスター家庭用最新作制作発表会の開催が発表。その模様は2020年1月20日20時より、配信へ、4gamer.net、2019年12月27日、2020年1月21日閲覧。アイマス家庭用最新作が発表。 詳細は2020年1月20日の生放送で公開。765プロオールスターズの単独ライブも開催決定。ファミツー .com 2019年12月26日。2020年1月21日閲覧。アイドルマスター家庭用最新作の情報が2020年1月20日に発表。電撃オンライン2019年12月27日。 2020年1月21日閲覧。AB、アイドルマスター家庭用ゲームシリーズの最新作が発表。詳細はニコニコ生放送で2020年1月20日に行われる制作発表会で公開予定。デン・ファミニコゲーマー。2019年12月27日。2020年1月21日閲覧。スタマス。 アイドルマスタースターリットシーズンスターリットレポートお知らせまとめ2020年10月7日閲覧アイマススターリットシーズン発売日が5月27日に決定新アイドルオクソココロジロや限定版の情報も公開ファミツー .com2021 年2月6日2021年2月7日閲覧ファミツー2132020 ピアニッシ十26-27新作特報アイドルマスタースターリットシーズン ABCD ファミツー213-2020ピアニッシ十34-35クリエイターインタビュー新たなアイドルマスター指導 AB ファミツー213-2020ピアニッシ二28新作特報アイドルマスタースターリットシーズンファミツー213-2020 ピアニッシモ3031新作特報アイドルマスタースターリッドシーズンありがとうございます。